ミューレンバーグ軍はアメリカ合衆国ケンタッキー州の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は3万1499人であり、2000年の3万1839人から1.1%減少した。軍庁所在地はグリーンビル市であり、同軍で人口最大の都市はセントラルシティ市である。ミューレンバーグ軍は1798年に 設立され、軍名はアメリカ独立戦争の軍人、ジョン・ピーター・ミューレンバーグ少将にちなんで名付けられた。ミューレンバーグ軍は西部丹田地域に属している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は479.43平方マイルであり、このうち陸地474.72平方マイル。 水域は4.71平方マイルで、水域率は0.98%である。群内の特徴ある水域は、グリーン川とマローン湖である。群北部は、外して穏やかにうねる、丘陵部、川側の平坦な土地、及びサイプレスクリークとその支流に沿った楽空章の、自生する湿地になっている。南部は、高い起伏と練りのある、丘陵部になっている。南部の多くの河川谷は、 かなり深く、ところによって岩が多い。この地域は砂岩の層が多く、一部は小さな石灰岩の洞穴がある。この洞穴のうち二つのみが群内にあると考えられ、どちらも群西南部にある。多くの断層が群内を走っており、その位置は南北に隣接する群との中間である。群中央部では石炭が最大の天然資源であり続けている。過去には 深い地中にあった石炭層が地表近くになっている。近年ではビッグブラザーのパワーシャベルのような機械が軍内でよく見られる。1970年代と1980年代初期、ミューレンバーグ軍は州内最大の石炭産地であり、ある場合には国内最大になっていた。軍内でよく見られる岩石は砂岩である。南部の軍境に近づくと、 石灰岩の露出が目立つようになる。グリーン川の岸にあるオールドヤドリーやグリービルの南にあるバックナンファーニスでは鉄鉱石の採掘が試みられた。どちらも19世紀末から20世紀初めに行われたが長期間は続かなかった。グリーン川全長300マイルのグリーン川はオハイオ川の支流である。ミシシッピ川に沿った主要市場へ 主に石炭など商品の搬出炉となっている。ジョンプラインが作り、ジョン・デンバーが流行らせた歌、パラダイスは現在は亡くなった二つの炭鉱町を歌ったものであり、これがニューレンバーグ軍とグリーン川を人々の意識に植え付けるものとなった。マローン湖群南部の小さな町ダンモアの近くに広さ788エーカーのマローン湖があり、水泳、ボート、 釣りなどレクリエーションに使われている。湖と周辺の後期の森はマローン湖州立公園となっている。この湖はケンタッキー州魚類野生生物省が管理している。湖面は隣接する2つの群にも広がっている。湖岸に沿って砂岩の崖と砂岩層があり、また自然橋も見られる。この自然橋は州立公園の外にある。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ミューレンバーグ軍は長年国内の主要石炭生産地域であり続けてきた。1970年代の大半で世界のどこよりも多くの石炭を生産した。1970年代から1980年代に入っても州内の最大生産地だったが、その後は減少した。 1980年代後半から1990年代初期に石炭の消費量が減ったが21世紀に入って復活してきたのでミューレンバーグ軍と周辺地域の石炭産業は再び活況となり地域にかなりの雇用を生んでいるこの理由の一つは燃料ガスの浄化装置が進んで使われるようになり歴生炭が以前よりもきれいに燃やされるようになったことである もう一つの理由は、西部の石炭が低温で燃やせるようになったことであり、西部の石炭を大量に購入して、他の種類の石炭と混ぜることになった。このことは、東部海岸の発電所では問題になってきた。ミューレンバーグ軍は、州内で最初の商業炭鉱ができたところだった。その対抗は今日考えられるようなものではなく、1820年にマクリーンドリフトバンクとして開かれた。 グリーン川沿い元のパラダイスの町にあった。この炭鉱と町に与えた影響は、ジョンプラインの歌、パラダイスに歌われている。軍内で、他の主要雇用主は、石炭産業を保管するものか、他分野に拡張したものである。火器のようなものがある。2006年1月、セントラルシティとグリーンビルの商工会議所が合併し、クレーターミューレンバーグ商工会議所となった。 その会員は155の事業所に上っている。P-Body Energy のサラブレッドエネルギープラントは石炭燃焼発電施設であり、地域に450人分の雇用創設を期待され、セントラルシティ市に開設される。2007年には発電を始める計画だったが、大気質に関する論争で建設計画が中断している。その建設計画は一旦破棄され、P-Body Energy と この子フィリップス石油会社との共同事業でケンタッキーニューガスが結成された。この会社は最新式のエネルギーセンターであり、ケンタッキー州の石炭を成長な天然ガスに転換し、500人の長期雇用を行い、経済効果は1億ドルと推計されている。施設の立地はクリーン川に近いセントラルシティ市考外部である。2006年4月25日、 冷凍食品会社のガーメットエクスプレスがグリーンビル市の施設を改造する計画を発表した。この会社は2001年に食品流通会社のスーパーバリューが引き渡した施設を改修し200人の雇用を生む計画を進めている。軍内の公共教育はミューレンバーグ軍教育委員会の監督下に置かれている。小学校5校、中学校2校、 高校一校がある。マディソンビルコミュニティカレッジのミューレンバーグキャンパスがセントラルシティ市にある。ミューレンバーグ職業開発センターはセントラルシティとグリーンビルにある。軍内には二つの公共図書館がある。グリーンビル市のハービン記念図書館とセントラルシティ市のセントラルシティ図書館である。どちらも住民に高速インターネットへの無料アクセスを可能にしている。この2館は ミューレンバーグ軍図書館として合併したが、運営はそのままである。軍内に以前は8つの学校があったが、1990年に教育委員会が中学校と高校を統合し、中学校2校と高校2校にした。ブレーメン、セントラルシティ、グラハムの各高校とミューレンバーグ中央高校の半分がミューレンバーグ北中学と北高校となり、 ミューレンバーグ中央高校の残り半分と、ドレイクスボロ、ヒューズカークパトリック、グリーンビル、レイクマローン各高校が、ミューレンバーグ南中学と南高校になった。以前の8校は小学校の教育を続けている。2004年、教育委員会は老朽化した小学校の統合をはじめ、グラハム小学校を閉鎖して、児童をロンゲスト小学校と拡張された。 グリーンビル小学校に移した。また、レイクマローン小学校を閉鎖し、児童をヒューズカークパトリック小学校に移した。統合は2005年にも継続し、ドレイクスボロ小学校が閉鎖された。児童は1年間をヒューズカークパトリック小学校で過ごし、2006年に開校したミューレンバーグ南小学校に移った。その後、ヒューズカークパトリック小学校が閉鎖された。 2008年2月5日、軍内の3つの町が EF-3 の大竜巻の被害を受けた。グリーンビル、パウダリー、セントラルシティの3つである。3人の住人がグリーンビル市外で死亡した。2008年11月、ミューレンバーグ軍教育委員会は、ミューレンバーグ南高校とミューレンバーグ北高校を統合し、ミューレンバーグ高校とすることを発表した。 統合は2009年6月に行われた。軍内には AM2 局、FM2 局のラジオ局が放送を流している。新聞は1909年にセントラルシティで創刊されたタイムズ・アーガスとグリーンビルで創刊され現在はセントラルシティにあるリーダーニューズがある。ありがとうございます。